皆様お待たせいたしましたただいまよりセッションコード TC-01AWS を使った CI&IAC サービスの高速改善を行うためのクラウド構築事例を開演いたします講演は株式会社リクルートコミュニケーションズ ICT ソリューション局 アドテクノロジーサーサビス開発部クラウドアーキテクト小林智則様と株式会社リクルートコミュニケーションズ ICT ソリューション局アドテクノロジーサービス開発部マネージャー兼テクニカルリードの安部直行様にお話しいただきますそれでは小林様安倍様よろししくお願いいたします。 あああえー、では、えー、セッション始めさせていただきたいと思います。えー、と本日はですねこういった内容で、えー、説明させてあご紹介させていただこうと思っていますけれども、えー、よろしくお願いします。 私、今ご紹介あった通り、小林と申しまして、リクルートコミュニケーションズで、RCO というふうに呼んでいるんですけれども、RCO でインフラエンジニアとして働いており、2011年ぐらいから AWS を使い始めていますま。それ以外の経歴はそんなにまあいらないと思うので、すぐに行きたいと思うんですけれども、まず、このリクルートコミュニケーションズという会社。 どんなことをやっている会社かご存知ない方も結構いらっしゃると思うので簡単にビジネス概要だけご説明させていただきますこのリクルートコミュニケーションズというのはメディア制作ですとか流通宣伝カスタマーサポートデジタルマーケティングなどの事業を担っておりまして位置づけとしてはリクルートグループの事業会社ということになりますで私がとまあ阿部がおります ICT ソリューション局というところは このデジタルマーケティングの部分を担当しておりまして、じゃあ具体的にデジタルマーケティングって何なのというところでいきますと、ここであるのが DSP と書いてあるんですけれども、アドテックなどの製品ということになります。DSP DS についてまああのご存知ない方もいらっしゃると思うので、簡単にまあ一応説明させていただきますと、右上にあるバナー広告、この絵の中のバナー広告ですね、のようなあの配信を するようなところディスプレイ広告とかあのバナー広告を配信するための仕組みでしてその、えー、バナー広告っていうのは、まあ、サイト閲覧開始した瞬間にどんな人が訪れているのかとかを判定して、えー、わずか0.1秒とかそういった時間で、えー、出す広告の入札が行われてバナーが表示されるという仕組みのものになります。えー、一応まあ説明させていただくと例えばの まあ、リクルーターとカーセンサーとかそういったところを訪れたことがある人が次に違うページに行ったりして車のサイトを訪れたりすると、まあ、右上とかのこういうバナーのところに車のバナーが表示されたりすると思うんですけれども以前そ,の、えーまあ、そういうところに訪れたことがある人っていうのはまたリ,あのリンクをクリックしたりする可能性が高いのでそういうバナーが表示されるような仕組みが DSP の仕組みということになります。 まあちょっとわかりにくいんですけども私たちはそういったアロテックにまつわる製品をたくさん作ってまして、えー、いますで私たちはあの先ほどもご説明した通り機能会社ですので直接あの外部向けにこういったものを販売はしていなくてですね、えー、基本的にはリクルートグループの中で使われておりますえー、っとですねアロテック製品を世に送り出すまでの歩みということでじゃあここから先 AWS さんとの関わりなんですけれども、えー、ちょっと 簡単に説明しますと2013年4月ぐらいにアドテック製品の開発を始めました。で同時にですねこの時あの継続的デリバリーな環境で構築できないかとかいわゆる、まあ、その当時言われ始めてた DevOps ですねとかあとそもそもアドテックを AWS のみでできないのかみたいなことをやり始めで2013年6月には OpsWorks を使インフラアプリの中心に置くことを決めました。 でその1ヶ月後にはです、ねえー、全部 OpsWorks を含め OpsWorks 中心でアロテック製品をリリースしまして現在に至るまでに8つ程度はアロテック製品をリリースしているんですけれども全てが OpsWorks 中心でやっております。でこの製品を世に送り出すまでの歩みの中で意識して変えてきたことっていうのを簡単に説明させていただきますと。 提供するサービスの開発においてエンジニアが積極的に関わっていくべきだというところを,を、えー、強く意識しておりましてに <laughs> すいません、えー、ニーズに応じた機能追加だとエンジニアの方がやりやすいということもあ,あるのでエンジニアが積極的に参加していくしかもその過程を高速な PDCA サイクルで実現できれば小さなイノベーションをいくつも起こせるんじゃないかということで、えー、そういう意識を持ってやってきました。まあまあ まと,めま,すまとめるというか、そのつまりですね、えーと、サービスを高速に改善できる PDS サイクルを実現すれば良、えー、いというところで、これは世間に一般的な言うところの継続的デリバリー可能な環境の実現を、インフラとアプリの連携で、えー、やればいいんじゃないかと、しかもクラウドファーストというところです。 えっと、この選定にあたってはです、ね、2013年ですので、えー、他社オンプレミス環境ですとか、まあ、社内にも実はクラウドがありましたのでそういうところともまあ比較は行っていたんですけれども結果としてこのクラウドというのは AWS になりましたなのでまあ,、えーあれですね、AWS のフル活用ということになりますで先ほど説明させていただいた通りアロテり私,私どものアドテック製品 AWS さんの基盤の上に成り立っていますが アロテックを支える基盤としてのクラウドに、まあ、先ほどの継続的デリバリー可能な環境を、えー、実現したというところで通常 AWS と継続的デリバリーというとですねここにまあシェフですとかなどの構成管理ツールとかジェンキンスのサーバーを置いてみるとかっていうことをまあ想像される方もいらっしゃると思います実際それでもあのいいのかなというふうには思っているんですけれども我々は AWS の機能をより使いこなして その上でより高度な機能を実装したいというふうに考えました。で、当時2013年 OpsWorks がリリースされましたので、まだそのベータ的な感じではあったんですけれども、この OpsWorks を中心に置いてみることで、どうなるかなというふうに、先ほどあの冒頭の方にあった世界が作れるんじゃないかなみたいなところを強く感じました。で、私、インシフラエンジニアですので、OpsWorks を用意すると、 まあ自前でシェフ環境などをじ用意しなくていいとかその頃ちょっと言われてたか分かんないんですけれどもインフラストラクチャーズコードをですねいわゆるそういったものがあのかなりできるとでまあ OpsWorks では VPC 設定ですとかができないのでまあその辺の設定はクラウドフォーメーションですとかまあ最近ですとまあコードナイズツールスなどのいいツールがあるのでまあそういったものでラッピングするとかあとちょっと後の方になりますがサーバースペックなどの あのベスト,ス,ストプラクティス的なテストツールが登場してきたということもあって、まあ、インフラの自動構築テストにアプリ的手法が取り入れ可能というところでアプリの継続的デリバリーなども含めると一緒に考えればいいなということになりましたそうするとアドテックサービスの開発 AWS でやってるわけですから継続的デリバリー可能な環境というのを、ね、OpsWorks がさらに支えているようなイメージで、まあ、完全に概念図なんですけれどもそんな感じでいます ちょっとここまでの話をあのまとめますと、まあ、こういった組み合わせでやってます。先ほど最初にあった高頻度でのサービス改善をするには、継続的デリバリーをやればよくて、それをやるには d e プスまあアプリとインフラの連携ですね、をやればやって、やるとで。さらに私たちは AWS を選択しているので、その中で OpsWorks を活用して、えー、活用するというような組み合わせということになります。 要するにベースは AWS サービスなんですけれどもその上にもっと高度な AWS 両方を構築していこうとそれが今回ご紹介する事例の部分に当たるかなというふうに考えておりますでちなみに OpsWorks ですと、まあ、使ってらっしゃる方も多いと思うんですけれども右上に,方にある絵のようにです、ね、基本的にはボタン1つでできちゃうようなものですしこの右上の部分でアプリのデプロイですね真ん中のやつがインフラの高度化されている部分なので非常に分かりやすくなってます えっとここから先ちょっと事例を紹介させていただこうと思うんですけれども OpsWorks 中心のインフラとアプリインフラとアプリの連携による継続的デリバリーというところをえやってますので OpsWorks が中心にいますでまあ一般的なそのインフラ CI ですとかアプリ CI とかですねそういったものはもちろんやっておりましてえっと我々はですねちょっと外の AWS さん使ってはいるんですけれども Git 使っているんですが GitHub ンタープライズさんとかよりもですねちょっと内部にデータを置きたいという事情もあってアトラシアンさんのですねスタッシュをメインにま使ってたりとかあと、えー、ジェンキンスですねこれもちょっと内部に置きたいという理由で ASP サービスを使ってないんですけれども、えー、というところでこんな感じで構築したりしています。でえー 我々のそのインフラとアプリをプスワーク r 中心の世界で連携するというところっていうのはまあ、先ちょっと掛け足で説明しちゃってるんですけれども安全かつ高速なデリバリー環境実現への取り組みというところなので、えー、まあこの中でそのそういった取り組みをすると、まあ、誰でもデプロイできるですとか安全かつ高速なデプロイが可能だとか可用性対策ができるだとか安全なデリバリーができるというところがありましてその中で <laughs> 今回はですね、あその安全かつ高速なデプロイメント、ブルーグリーンデプロイメント、あと、えー、アベイラビリティゾーンの丸ごと交換手法というところをちょっと先ほどの,あの,、まあ、あの AWS を高度に活用しているというところで、オプスワークスとかどういうふうに使っているんだというところをですね、この先紹介できればと思っています。ブルーグリーンデプロイメントなんですけれども、まあ、最近言葉もかなり有名になってきているので、実際や,あのやられている方っていうのも多いとは思います。で えー、一般的に AWS でのブルーグリーンデプロイメントといいますと、まあ、こんな感じになるのかなということをイメージしています。具体的にはまあブルーに当たる部分ですね、えー、ロードバランサーがあって、えー、AZ ごとに分けてでグリーン側も、えー、AZ ごとに分けてみたいな感じで左側の通常ブルー側に DNS が向いているんですけれども、えー、グリーン側にアプリとか デプロイしたりしたときにですね、それを DNS の切り替えによってグリーン側にするとかいうところで、えー、結構それが一般的なブルーグリーンデプロイメントかなというふうに思ってます。この構築するところはまあ手作業でしたりとか、クラウドフォーメーションですとか、まあ、先ほどの OpsWorks と、こうちょっと抜けてますけど、OpsWorks ですとか、<laughs> a n s i b l e とかそういったものを使って やれば多少はもう少しは簡単にできますしあとかなり自動化することも可能かなとは思ってますでまあただ最近ですとまあドッカーなどのコンテナを使ってブルーグリーンデプロイメントやってらっしゃる方もいると思うんですけれどもちょっとここではそのことを考えずにあのこういった手法かなというところで、えー、ます、あ、考えてますただこの方式っていうのは DNS の切り替えに時間がかかるってクライアントからのアクセスが一斉に切り替わらないですとかいつクライアントからのアクセスが切り替わるかっていうのが制御できないという側面があります なので、我々はですね、えー、とこれももう2013年ぐらいからずっと使っているんですけれども、OpsWorks をベースに開発したブルーグリーンデプロイメントを行っています。これというのは先ほどの,その問題があった、ちょっと戻りますが、この ELB が複数あるという問題をクリアしたものでして、えー、具体的には OpsWorks により進化した AWS のブルーグリーンデプロイメントということで、えー、このような形になっています。まあ、ポイントとしては ELB は同じ。 ですつまりなので DNS の書き換えは不要でして配、えー、下にあるブルーとグリーンです、ね、の EC2 をです、ね、瞬時にブルーからグリーンへ切り替えますですので、えー、メリットとしては ELB を2台用意する必要がないということで DNS 方式に対してまあサービスダウンタイムがないあとまあ先ほどの例でもかなり自動化することは可能なんですけれどもここで OpsWorks を併用しているのであのこの作業が全て 自動化されていますもうグリーン側にデプロイしたいなと思ったらアプリケーションデプロイを含めて命令一つで実行可能なものの世界になっていますちょっとこれわかりにくいですかねブルーの ELB の下にはブルーがいるでグリーンの方には、えー、普段はいないんですけれども切り替えたいタイミングでグリーンにいるものが ELB の中に入るということになります もう少し詳細に動作を説明させていただきますと、ちょっと今回技術のところなので、もう少し詳細な動作を説明させていただきますと、EC2 上のサービス提供用ポートを80としておきます。で、ELB からのヘルスチェック用のポートですね、その EC2 がダウンしてないかどうかチェックしているポートは、ここでは8443番、8443番ポートとしておきます。 えとアプリケーションこの8443番ポートでは何してるかというと、アプリケーションじゃなくて、ごめんなさい、リバースプロキシが動いておりまして、アプリケーションへのえまあプロキシというところになっておりまして、動作チェック用のパスですね、が起動されるようにしておきます。で、OK であれば 200OK、OK、返すと。なので ELB から見たときに EC2 が使用可能かどうかの判定というのは、80番ポートではなくて、8443番ポートの方をチェックしています。 実際そのリバースプロキシしているところもあるのでアプリケーションがおかしければいくら80番ポートがダウンしていてもあ開いていてもあの結局アプリケーションに通じないのでこのチェック方式で特に問題は起きません。でその後ですねブルーからグリーンに切り替える時というのはどういう流れになるかというと レシピこの真ん中にあります通り一つのレシピを先ほどの中でエグゼキュートレシピですね OpsWorks にエグゼキュートレシピというのがあるんですけどもその中でたった一つのレシピをただ起動するだけですそうするとですねあの ELB の配下にいる台数は別にそれぞれブルーとグリーンで同じである必要はないんですけれども、えー、瞬時に入れ替えますそれどうやってやっているかと言いますと ELB にグリーン側の石2を全部追加一旦しますで その状態、一瞬的には ELB の下にブルーもグリーンもいる状態になるんですけれども、えー、EC2 がインサービスになることを API 経由でずっと監視します。で、次にですね、ブルー側の80番のポートをですね、この場合オレと IP テーブルスによって新パケットのみを接続負荷にします。この当時ですね、コネクションドレーニング、ELB のコネクションドレ,レーニングという機能がなかったので、えー 当時 ELB は,うう EL は8443番ポートが空いていてもです、ねあ、この場合チェックポートが空いていてもです、ね、80の TCP が実際に接続できないとそこにトラフィック流せないので、あのその方式を使っています。であの新パケットのみなので帰りのパケット、今まで通信していた帰りのパケットはそのまま流れるので、えー、サービス請求はしません。 でその後ですね、えー、と少し待ってから、まあ、少しっていうのはまあ本当にわずかですけれども、少し待ってから、フルーガの EC2 を ELB から抜いていき、再利用する可能性もあるので、この EC2 の IP テーブルスをフラッシュして、再利用できる状態にすると。今これ、もし実装するとしたら、先ほどもご説明しましたりあり、あの基本的に今の3番とか、その辺5番とかのせところいらなくて、ELB からいきなり切り離しても問題ないと思います。あのコネクショントレーニングという機能があるので、おそらくちょっと試してないんですけれども、えー、問題ないと思っております。 でこの方式のメリットはです、ね、えー、ELB 変わらないので、ブルー側、グリーン側に短期運転の申請が不要になります。短期運転というのはのプレーウォーミングとか、そんな言い方もしてますけれども、通常、ビジネスサポート以上に入りますとあの、昔は違ったような気もするんですけれども、今はあのビジネスサポート以上に入りますと、短、え、期、ー、運転の申請ができるんですけれども、そういった申請、両方の ELB にする必要がなくなります。あと、ELB 変わらないので、DNS に起因する問題が起きないとか。 あとユーザーアクセスは必ず切り替わりますのであの先ほどの例で言いますと、まあ、ブルー側の方をです、ね、いつまでも保存しておいたりする必要がなくなりますとで最大のメリットは全部コード化されていることなんですねなのでもうあのやりたいことはもういわゆる CI とかいったことが全部できるというところになりますでもう一つの事例として今回のゾーンエクスチェンジ、まあ、あのゾーン丸ごと障害に備えたものっていうのをご紹介しようと思っているんですけれども こちら説明ささせてください、えー、マルチ AZ の配置にはしないでも枕は高くしないたい結構こういうこと多いと思うんですね <laughs>、えー、マルチ AZ 先ほどまあ AZ って話も先ほどからしてるんですけどもマルチ AZ ま,まあまあ一応念、ね、のためご説明いたしますと EC2 とかをそれぞれのアベラビリティゾーンに置くと置く配置ということになりましてまあ ESQL、ES RDS としての MySQL ですとか、REDIS、まあえー、とかキャッシュ、メイムキャッシュとかですねは、えー、もともとマルチ AZ を配置、対応してますが、EC2 とかは ELB の下に入れる形になります。AZ というのはまあ論理的なデータセンターのような扱いになってますけれども、同じ AZ の中では基本的にまあラウンドトリップタイムです、ね、が早い、短いですね。ですが、AZ をまたぐとちょっと遠くなります。 まあ同じ AZ の中でもあのデータセンターがいくつかあると思いますのでちょっと長くなることもあるんですけれども基本的に AZ をまたいだ場合よりは短くなりますので,、えー、で AZ を1つしか使わないという選択肢を取ることがあります。具体的にどんなので取るかというと、まあ、先ほどあったとおり RTT で,ですね、ラウンドトリップタイムが重要なサービス。先ほど最初に説明しました DSP とかは0.1秒以下に のスピードとかで答えなきゃいけなくて大体7 0ンドぐらいですねの時間で答えなきゃいけないので結構この AZ が異なると2ックぐらいは確実に増えてくるところが割とえ問題になってきますなので DSP とか使う時にはですねどうしてもそのできるだけ片側のシングル AZ 片側の AZ だけに寄せたいっていうケースがあるのでゾーン丸まるごと障害児にまあ,あごめんなさいえっとやりたいなとであとはまあ ゾーンまるごと障害児に全滅する恐れっていうのもあるので、えー、あるので z 一つしか使わないと,、えー、とそういった問題が発生する。すごめん意味からなさい、右側がくなっちゃったけど。<laughs> で,、えーとですね、じゃあ僕らの解決方法なんだかってと言いますとゾーン障害児の完全自動切り替えということで、えー、とザビックスです、ね、と、まあえー、コラボしている感じにはなるんですけれども左側がアベラビリティゾーンの A で右側が C ですね。で え普段は A を使っていて、えー、A がもうゾーン丸ごと全滅したっていう時には C に切り替えると。でこの C に切り替えるってところのところがですね、えー、とオプスワークスを使っておりまして。えー とザビックスを使っておりまして、えー、ザビックスで監視してですね本当にゾーンが死んでしまったのかどうかいろんな A 側にあるこのザビックスは C 側に置いとくんですけれども A 側にあるザあのいろんなところを調べてだめだなと思ったら完全にだめだなってことになったら OpsWorks を通じて自動的に、えー、一つのまあシェルみたいなものですねをキックしてあごめんなさい r u b y スクリプトをキックして OpsWorks API 経由で、えー、C 側に全く同じものを作り変えます。 でこの時あのレディスとかメモキャッシュとかそういったものをどうするのってとこなんですけれどもここはもうマルチエゼット配置されているのでゾーン全滅したらそれはもうアマゾンさんの方で切り替わってるはずという、まあ、ちょっと前提にはなるんですけれどもそのそこで切り替えます ELB は A にも C にもあるのでそこは問題ない状態ということになりますでこの,あのシングルエ z っットにもマルチエゼット並みの安心感をと持つところはですね えー、ELB はゾンごとに存在するので影響を受けないですとか、えー、マルチ AZ 配置可能サービスはそのまま使えるとかやっぱり先ほどと同じように全部コード化されてるというところがメリットかなと思ってます。でここまでちょっと2例紹介させていただいたんですけどもまとめますと高、まあ、頻度なサービス改善を行う環境 AWS だと割と簡単に構築できるし、まあ、継続的デリバリー可能な環境とかそのいわゆるまあ DevOps ですねっていうのが高度に進化していく。 また、オプスファークスをその中心に置くことで今の事例のようにですねインフラもアプリも同じ分野からとえることができるのでできることをどんどん増やしていけるかなというふうに考えておりますえっとですね、ここから先は、えー、実際にこれらを進めるのにチーム体制これらをやってきたところやってきたこういったことをやってきたところですねチームでの体制に面白い変化がありました、えー、チーム運営としてどのように変わってきたのかというところをですねこの後阿部の方から説明させていただきますありがとうございました はいえー、とそれでは引き続きましてインフラアプリの連携によるエンジニア協業体制の変化というタイトルでリクルートコミュニケーションズの阿部が。 発表させていただきますも、えー、ともと元々僕はです、ね、あの独立掲載ヤーで、えー、大学さんとかです、ね、自治体さんとかの,あのインフラとその上で動くウェブアプリの開発とかあとそれら全体の運用みたいなことをやっていたんですがちょっとカスタマーサイドの開発をやりたいなっていうことで RCO、うん、にアプリケーションエンジニアとして転職しまして、まあ、当時立ち上げが進んでいたアドテクノロジーサービスを 作ってみろみたいなお題をいただいてですねあの担当としての広告の効果計測タグシステム作ったりとかあと運用管理用のウェブシステム作ったりみたいなことをやっていました、えー、先ほどあの小林のパートでもあった通り、ありアドテクの開発と同時に継続的デリバリーみたいなことをやり始めたのでこの辺りのボールを持ってですねあの 継続的デリバリーを推進するために開発プロセスをどう改善するかとかあとはエンジニアを支援するためのワークフローをどう制定するかみたいなこともちょっとこういったところ興味があって好きだったので担当2年ほどやってですねでここ最近ちょっとこの系統が進んできてエンジニア組織みたいなのをどう成長させるかみたいなテーマをやるようになってあのマネジメントの兼務みたいな形でエンジニアとマネジメントの兼務をやっておりますで本日の内容をもう簡単に一言で言うとですね あの継続的デリバリーをあの弊社の方二年間ほど続けてきた結果、まあこういった組織変化があったということを話しさせていただければなと思います。あの一言で言うと分業から共同へみたいな動き方になっていてですね、分業っていう単語なんですけども簡単に言うとそれぞれが専門分野を持ってその専門分野の中専門領域の中をきっちりやり切るみたいなのは共同ですねこれあのコラボレーションっていう風に言い換えられるとちょっとイメージが伝わりやすいんですけれども自分の専門領域は持ちつつその周辺領域にどん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 あの染み出していくこと によってですね。あの相互作用を起こすとで、このコラボレーション、新しい価値を創造するんだみたいなことをよく言われてます。か？まあ、こういったチームの変化まあ、組織の変化みたいのがあったなというのを、今日はちょっと事例も含めながらご紹介させていただければなと思います。で、まあ、本日はですね。あの実際組織変化みたいなのが起こったじ。 僕らが所属しているところの組織の紹介をさせていただいて、まあ、継続的デリバリーとかのおかげでどう変わっていったのかと、あと、まあ、あのちょっと時間があれば、それによってその業務以外の部分でどういった組織変化が起こったのかということを紹介させていただければなと思います。で、弊社、まあ、僕の所属しているある種、アドテック部なんですけれども。あの エンジニア中心の組織ですで、開発の内容としてはリクルートグループ向けのアドテック製品やまあ、ウェブサービスなどの開発を行っていましてだいたい50ぐらいの部門なんですけれどもそのうち40弱ぐらいがエンジニアというほぼエンジニアの組織ですで、エンジニアの中にあのインフラのエンジニアがいたりとかアプリケーションエンジニアがいたりとかあとはあデータサイエンティスト兼務という形であの機械学習を行うようなエンジニアがいます でこのエンジニアの特徴なんですけれども、あの弊社、えー、採用のフローの中にです、ね、あのコーディング試験が設定されていまして、あのこちらの方がですね、あが突破率が大変低いというあの人事にすごい文句を言われているフローなんですけれども、こういったものを突破してくる人たちなので、とてもあのコーディングが好きだと。 なのであのいいコードが書けるとかいい技術を持ってるやつがかっこいいみたいな文化を持っていてでさらにですねあのただ作るだけではなくて作ったものでいかにサービスに貢献するかとかあのビジネス貢献するかみたいなことを結構あの意識するエンジニアが多かったりしますで、まああの。リクルートグループでよく言う圧倒的な当事者意識とかって言われるやつですね、まあ、こういったものをこう持ってるメンバーが多いなと。 いうところですあとあの他社さんのエンジニアに比べてあの僕ら結構自虐的に言ってるんですけどうちのエンジニア職人技術だけどちょっと地味だよねみたいなことを言ってるようなところがありますあ,のあんまりキラキラしたところがないですあのおっさん中心の組織なのでだいぶキラキラしてないですただですねあの技術みんな大好きなので技術のリブンで新しい価値を作っていくっていうところを結構思考していてですねとんがってるんだけどいろいろ面白い人たちが多いっていう特徴を持ってます ですい,ませんなんかいきなり中途採用とかの話が出てるんですがあのあのここのおっさん4人がです、ね、ちょっとにこやかにしてるようなサイトにちょっとうちのエンジニアどんな人がいるかみたいな情報がありますので興味がある方がいらっしゃればこちら参照いただければと思いますでもともとうちの組織ですねあのアドテックやる前ウェブサービス中心だったんですけれどもどういった体制だったかというと、まあ、よくある分業体制でした。アアプリのエンジニアは あのウェ,ブ,サウェブシステムを作る人たちでインフラエンジニアはあのサーバー環境とかネットワーク環境を構築して安定運用をする人たちみたいな立ち位置でしたなのでまああの本当にこれはイメージになってしまうんですけどもアプリのエンジニアっていうのは基本的に機能を作っていてサービス価値をなんとか上げていくっていうオフェンス的な立場でそれに対してインフラエンジニアがあのサービスを落とさないみたいなところをすごいきっちり見ていくディフェンシブな役割だったと。 それぞれの領域をきっちり頑張っていってでこの頃よく言われていたのが生産性を高めるみたいな感じの表現を使われていましたでこういった分業体制だったのがあります。でまあ、分業体制になっていた理由というのはです、ね、あの多分皆さんも結構ご想像できる感じかなと思うんですが、まあ、主にインフラ業務というかです、ね、あのハードウェアの取り扱いとかあとネットワークに関するまあ取り扱いみたいなところが結構、あの 多くてですねここら辺あのアプリケーションエンジニアの、まあ、専門領域のプログラミングと直接リンクしづらかったので、まあ、ちょっとせんあの両方やるのは大変だなとなので、まあ、インフラはインフラきっちりやってアプリアプリきっちりやった方がいいよねみたいな感じになってましたと。 でここに対して、まあ、クラウドというか AWS がやってきて、ですねここら辺はもう AWS がやってきてどう変わったかというのは皆さんご存知だと思うんですが、ハードウェアに関する業務がだいぶ軽減したなというところがあります。でさらに、ですねあのこれ、アプリケーションエンジニアの、僕はアプリケーションエンジニアの立場からすると、GUI だったりとか API だったりみたいになものを使うことで、インフラをアプリケーションのように利用しやすくなったというところがあります。 でこういったものを受けてです、ね、あの例えば、冗長化構成を試したいとかっていうとき昔だったらあのサーバー組み立ててラッキング頑張ってケーブリングしてやってで、まあ、ネットワーク機器ちゃんと設置してやってよし、試すかみたいな手順だったのが今だと EC22 つ用意して ELB を置いてあとセキュリティグループ設定するだけで大体ここら辺の設定ができてしまうとすごいやりやすくなりました。 あとですね AWS、当然プライベートでも使えますのであの業務じゃなくてもサーバーが遊べるという、なのでまあうちのエンジニアも多いんですけれどもプライベートで実際ウェブサービスを作って公開するみたいな人たちが増えてきていますでアプリケーション専門にやってきたようなエンジニアがそういった背景を受けてインフラなんかもやれるかなみたいな状態になってきたというのがまこの前提になるかなと思いますでそういったところにあの継続的デリバリーやろうぜみたいな風潮がチームの中に来ました。 で継続的デリバーについてはもう結構、いろんなところで語られているので簡単にすごいまとめてしまうんですけれどもあのサービス価値を向上するんだという目的のもとでとにかく小さく高頻度なリリースをしていってそれによって p d c a サイクルを高速に回していこうというようなものになります。 で継続的デリバリーの諸、まあ、要素結構いっぱいあるんですけども特にあの弊社の中ではです、ね、あのリリース速度をとにかく上げようとか実際運用してみてあの効果をのフィードバックをとにかく早く対応しようみたいなデブオフィスの部分とあとはですねインフラストラクチャーアズコードやあと CI こちらの自動化っていう側面はあるんですけどもあの弊社の中で自動化と一緒にあの きっちり見ていきたかったのがあの手続きを高度化することによって暗黙知を形式地化するというところをこうしっかりやろうというところに重点を置きましたでこういったことを頑張った結果ですね何が起こったかというとアプリのエンジニアもインフラのエンジニアもそれぞれ担当する領域が結構広くなるという事態が起こりました。 例えばアプリのエンジニアでいえばインフラの運用とか実際障害対応みたいなところにも関わるようになったのでその運用とか監視障害対応みたいなところにも念頭に置いた設計や開発が必要になりましたしインフラのエンジニアからすると今回 OfficeWorks を中心に僕ら構築しているので OfficeWorks をうまく使うためのアプリの設計は何なのかみたいなところを アプリケーションエンジニアと一緒に議論するみたいなフェーズに関わるようになったと。なので、ちょっとこれでやるとまあみんな同じような仕事をしているようには見えるんですけれども、アプリのエンジニアはアプリのエンジニアの立場から、インフラのエンジニアはインフラのエンジニアの立場から、企画から、えー、運用までですね、えー、きっちり見るということが変わってきましたと。でこういったあの役割の変化が起こった結果、何が,何が起こったかというか、まあい 立ち位置の変化が起こった結果アプリのエンジニアもインフラのエンジニアも結局僕らはサービスを作っている人たちだよねみたいな意識変化が結構生まれました。 えー、それぞれですねああのの専門領域を起点にはしますあの例えばアプリのエンジニアであれば自分は機能開発をしてでさらにあのアルゴリズム系で最適化をするんだとでその先にちゃんとサービスがある運用の上にサービスがあるみたいな視点が身につきましたしインフラエンジニア的には、えー、そうですね安定に運用すればいいだけじゃなくては、まあ、その でしょうインフラ技術をいかに使うことでよりあの効果最適とかサービス価値みたいなのを高められるかみたいなえ発想がまあどんどん出てきたなとでちょっともうあの下の図がさっき足し算だったのが掛け算になっているんですけどもそれぞれの領域で頑張れば頑張るほど結構相乗効果でいろいろなあのイノベーションというとちょっと大きすぎるんですけどもなんかいろいろ面白い価値が出てきたなと思っています。 結構意識の変化が起こったなと思うのがアプリのエンジニアはですねその運用とかディフェンスのところをきちんと見るようになったおかげであここしっかりやってくれてるんだったらもっと無茶できるじゃんみたいに以前に比べてもっと攻め攻めな感じになったなと。 思いますでインフラエンジニアの方はですねまあ、あのちょっとアプリが結構無茶するんでそこをきっちり押さえなきゃっていうところも出てはいるんですけれどもそれ以上に自分たちもうちょっと攻撃的にやるにはどうするんだっけみたいなことで例えば自動化みたいなところにすごい踏み込んでくれるようになったなという変化が起きましたでこういった変化が起きます起きた上で、でさらにですねあの全体がサービスを見るという視点ができたおかげで何があったかというとサービス開発の 各フェーズににおいいいてどここが大切なななのかということううをみんなすごい考えるようになりました例えばですね、えーまあ、ここにちょっと企画設計実装テストデプロイ運用ってちょっと雑に並べたところがあるんですがここのフェーズのどの部分が一番サービス価値とかビジネス価値に貢献するのかみたいなことをすごい考えるようになってですね 僕らあのエンジニア中心の組織なのでエンジニア中心の組織的に考えるとエンジニアが頑張れば頑張るほど価値が伸びる、まあ、売り上げが伸びるポイントはどこかということをすごい考えるようになりましたそれ結局もう開発の部分でいかにこう高速に動かすかとか精度を上げるかみたいなところなんですけどもここにこう集中するためにですねじゃあ今度はどこを省力化するんだっけっていうところを考えるようになりましたでこういったことを考えた考えるようになった事例をちょっと一つ紹介させていただきたいんですけれども あの弊社のアドテックサービスの中で RDS からレッドシフトに対して ETL でデータ同期を取ってる箇所が一箇所あってあ何箇所かあってですね ETL 同期なので RDS とレッドシフトのスキーマ構造とかがずれるとちょっとこれが失敗するという例がありました。 まあただ、ですねあのアプリバンバンアップデートかけたいので,で当然、それは DB の構造も変えていきたいので、まあ、ここでバンバン変更していくとたまにズレが発生してこう障害になるみたいなちょっとケースがあってですねここをなんとかしなきゃいけないということでちょっとうちのインフラエンジニアが考えましたと。 実際あのこういったケースがあったら一番最初考えられるのが DB の構造を変更する時に変更しました通知を出すとかあとはあの何月何日に変更しますあとはよろしくみたいな感じのフローになりそうな感じもするんですけれどもうちのインフラエンジンはというかあの先ほどしゃべった小林なんですけれどもその確認のフローとか承認のフローを入れるとサービスの改善の速度が遅くなるからそもそも選択肢としてないよね。 というところで、これを自動的に検知して、なんとか通知するような仕組みがあればいいんじゃないかということを考えました。で、結果的に何をやったかというと、RDS のスキーマ構造を定期的に取得して、ですね、前回取得したスキーマ構造と、新しく取得したスキーマ構造がずれていれば、マイグレートが発生したはずだって、で発生したから、もうあとチャットに通知してみんな見るようにしようみたいなふうに変えてくれましたと。 でこういったあの仕組みがあるとですねアプリのエンジニアは結構あの DB コード買い放題だとやっほーいっつってフランクにあのアップデートができるという結構幸せな状況ででですねであのここまでちょっと喋った上でで何なんですけどこの一番フランクにアップデートしたのが僕でですねよくあの小林さんに怒られてたんですけれどもあのこの仕組みがあってからだいぶ楽しくアップデートできるようになりました。と、えー、ちょっとばばっとだいぶ駆け足に説明させていた,だきいただいたんですが。えー 継続的デリバリーみたいな概念を入れたことであのインフラもアプリもサービス全体に関わるようになるという視点ができた上で、まあ、サービスにとって何が大事なのかみたいなことが、まあ、どんどん身についたなと思っています。でちょっと時間が余裕があったので、えー、とこういったことを進めていく中でその業務の以外とかプロジェクト外でどんなこう面白い効果があったかというのを簡単に紹介させていただければと思います。えーとですね、継続的デリバリバーという まあ単語一つの中に結構いろんな要素があって、まあ、これらを推進するために結構いろんな技術がありました例えばあの CI を使った自動化だったりとかあとチャットオフスみたいな、まあ、いろいろなこう技術があってですね弊社の方であのこういったものを使うたびにこう勉強会とかを通じて周りに対して共有をしていきましたそうするとですねあの結構みんな面白がってこの技術を使うようになっていろんなイベントとかにあのイベントとか、まあ、いろんな ことにに対してて応用すするようになってですね例えばあの僕らコードバトルって呼んでる部内のイベントなんですけれどもあのこちらですねえ特定のゲームルールをに対してアルゴリズムで戦わせるみたいなちょっとイベントをやってましてこちらのゲームの自動化みたいなところをあの CI の概念を使ってうまく導入するとかあとあの毎回ゲームの環境を作り直すみたいなところをまあ試しにどっか使ってみようかみたいな感じでいろいろ応用するみたいなところがありました。 ああとはですねあのちょっと上の方部内のイベントで若干オフィシャルにやったんですけれども下の方機械学習大会というのがですねこちらの機械学習系のエンジニアが中心になってまあ面白そうだからやってみようっって言って自発的に始めたものなんですがあの機械学習のスキルをまあ競い合うためにあのチャットオプスを使ってですねあの最適値をため最適地を競い合うとか。あと 第4回ぐらいでやったやつですね、あのファミコン時代の爆弾で戦うあのゲームって言われて、ちょっとピンとくる方はいらっしゃるかなと思うんですが、あのまあ、言ってみると、ボンバーマンってやつですね、をアルゴリズムで対戦させるみたいなことをやってましたと。と、まああいったイベントが結構やられてですね、あのこれによって、 例えば、それまでウェブしかやってこなかったエンジニアがあの機械学習的な、まあ、あの勉強をすごいするようになってスキルが伸びたみたいな良さがありましたと逆にです、ね、ちょっとこれやりすぎて業務に影響が出たというマイナスのこともあったはあったんですが、まあ、結果的にみんなのスキルが伸びたからいいんじゃないかというふうに解釈してです、ね、あの今後とも弊社の方こういったあの面白いイベントは推進していこうかなと思っています。あとあの当然 こちらの環境も AWS 上で,動い,てです、ね、動いていまして、あのこういった突発的なものに対するインフラの提供というのは、やはり AWS はありがたいなと思って、だいぶ,だいぶあ,りがたかありがたがって使っておりますと。と えと本日のままとめをさせていただきます、えー、と本日はです、ね、あのインフラとアプリの連携における継続的デリバリーという大きなテーマの中であの前半、小林のパートの中ではあのブルグリーンデプロイメントやゾーンエクスチェンジみたいな内容について、えー、事例を紹介させていただきましたで後半、の私の方から実際継続的デリバリーを進める中で、まあ、チーム体制とか組織に対する影響がどういうものがあったかというのをご紹介させていただきました。 と以上になりますご清聴ありがとうございました小林様安倍様ありがとうございました